毎週近所夫婦。はい、マサグさん、はい、早速なんだけど、この間食の講座やったさ、うん、あれどんなだった？今回は2回目ということもあって、うんうん、前回よりはかなり落ち着いて話ができたかなって思ってる。食の講座あれだよね、子どもたちのミネラル不足と、で新型栄養失調について話をしたんだけども、うんうんうん、そうだよね、うん、まあでもこれまでの栄養失調と新型栄養失調の違いっていうところ、うんうん、まあ、新型って書いてあるから、うん、まあ、この新型っていうのはカロリーが十分取れてるんだけども、うん、栄養が足りてなくて病気になるっていうね、うん、今もう平成からの流行りの病気というか、それがね、それはちょっとお伝えしたかったというかね。そうだよね、うん、食べてるけど、食べるものはあるけど、そう栄養失調、新型栄養失調っていうことが、そうだよね。カロリーは、うん、カロリーっていうのは、まあ、三大栄養素の、うん、まあ、脂質、うん、あとはタンパク質、うん、糖質なんだけども、うん、さらに今求められているのが、うん、5大栄養素のミネラルとビタミン、うん、でミネラルがないんだよね、うんうん、そのミネラルをどう取るかっていうところで、うん、そのちゃんと健康な体なのかそうじゃないのかが決まってくるっていうところね。そうだよね、うん、このミネラル、なんかこのなんていうの、野菜の形そのものだったら、うん、取りやすいけど、便利な世の中になってこう細かくされたものを一旦水でさらしてミネラルがなくなったものを水切ってパック詰めなってるから便利なんだけど、ミネラルはなんかなくなっていってての、まあ食べてますみたいな感じなんだよね。食物繊維は取れてるけどミネラルがないっていうかね、取るのがちょっと困難になってきた時代だなっていう、なんかね、その辺が分かると選びやすくなるよね。そうそうそう、っていう感じか。そう、それはね、お伝えして、うん、まあ、正しい情報をね、きちんと自分で取り入れて、うん、で、自分の体とか、あと家族の体を守っていこうっていう。うんうんうん、あと、受講して思ったんだけど、あれでよかったなと思って、なんか、この栄養、ミネラル取ってたとしても、カッカしてたりとか、そうそうこうイライラしたりカッカしたりとかこう否定的なとかやってると、うん、せっかくこの摂取したミネラルがなくなってそう消費されてるっていう、このイライラが起こると体の中でこのイライラを解消するためにミネラルを使う、うん、それでせっかく取ったミネラルがなくなっていくっていう、もったいないね。だからあれなんだよね、このまあ、大地で取り組んでる肯定的な言葉がけとか、うん、あとは、まあ、皆さんがニコニコと過ごすことによってこう取ったミネラルはちゃんと体に吸収するっていうのを、そこポイントだよなっていう。やっぱり奥さんがニコニコしてると家族円満っていう、ね、うん、ところもつながるんじゃないかな。よく言われるよね、女性が笑ってるとそう、もうなんかが世の中のね、もう幸せが増すというね。そう、そうそうそうだよね。今度は高齢者の方向けの、そう、まあ、そうそう、今度は高齢者の方向けの、うん、あのミネラル不足について、うんうんうん、今回はあの8月7日月曜日、うんうん、20時からなんだけども、うん、アルツハイマーとか、うん、あとは骨粗鬆症とか、うん、そういったのもミネラルとやっぱりねこの関係してくるので、うんうん、これもやっぱりお伝えしておこう。やっぱり自分たち世代になるとどうしても介護ね、親の介護とかそういったところも含めて、やっぱり自分たちはまだまだこう、ね、その高齢者ではないかもしれないけども、うん、親世代はねそうなっていくので、うん、まあ、参考になるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、であれよね、この高齢者の方がいらっしゃるご家庭の方のみの参加とかではなくって、うん、もう食のベースっていうか、うん、基礎っていうか、うん、なんていうの、その対象者、受講対象者はの幅広い分年齢層でね、そう、なんかこの食に対して興味がある方はどのテーマでも参考になるっていうふうに思うので、そういう形であの資料も作ってますので、うんうん、あの
ね、だからなんか私は該当するかしらとかっていうのなくって、どなたでも、うん、はい、受講されると何かヒントを得られると思います。はい、まあ、まあ、1時間ぐらいのね講座なので、まあ、小さいお子さんをいる方はお子様を寝かせた後に聞いてもらってますね。保護者でもね、夫婦で聞きましたってね、嬉しいお話が、ね、そうそう、そう、早寝早起きをこのお願いしてるというか、そこ大事にしてるので、お子様がうまくこう7時台に就寝されましたら、8時から参加しやすいっていう感じです、はい。であとは、あとなんか、あ、そっか、10月からのこのアドバイザー資格講座に向けての今、無料講座っていう形なので、本当に興味がある方は無料講座を何回か受けられて、知識を得ながらご家庭の生活に役立つ情報を得られるといいなと思います。はい、はい、出てます。はい、ということで、はい、また来週します。また来週ですね。はい、はい、本当ご覧いただきありがとうございます。前回ね、コメントもすぐにいただいたりとかして、はい、あと YouTube のいいねとかチャンネルのご登録までもしてくださって、ありがとうございます。まだまだ募集してます。はい、はい、ではまた来週。